皆さんこんにちは。アンリッシュブレイディングワールドオーダーも来てしまいましたね。どんだけ課金させれば気が済むんだということで、まぁ、ちょっと今回はまぁ、今回もなんですけど、またちょっとね、雑音とか入ったらすみません。あと、あれ、俺ちょっとイヤホンマイクいつも愛用してたやつが断線してしまって、ゴミみてえなヘッドセットずっと使ってるんですけど、ちょっと声が小さかったらすみません。あ、じゃあまあ弾いてみたっていう動画、多分ねサムネでそういう感じになってると思うんですけど、リベンジとかかな。まあ、このアンリッシュブレイディング、8月14日までなんで、多分1ヶ月ぐらい猶予あるんで、で、バイトなんか、誰かの代わりに入るとか、なんか、そのね、時間伸ばしてもらったりとか、いろいろあったんで、まあ、1万課金してもいいでしょうと。まあ、ちょっとね、5日経ったんで、あ、これ、できた？やべえ、今、ちょっと電源ボタン一瞬押しちゃったから、スリープモードになったかと思った、課金した瞬間。びっくりしたマジで。これさ、指紋認証なんですよ。だからなんか指紋のとこさ、電源ボタンになってるからさ、まあいいや、うん、細けいことはいいや。ステップ2からになってんのか。まあ、ちょっと引いちゃおう。まだこれ今引いてるの見せてる時点だと、まだね、69層ストーリーとか地下4層のストーリーとか、まだ手つけてない状態なんですよ。だからまあ、やった方がいいなって思うんですけど、ちょっとなんか、誰かの代わりに仕事入ったりとか、なんかすげえ大変なんで今。だからなんかちょっと、なんか微妙な感じですね。もうストーリースキップしようかなと思って、なんかちょっとサブアカでツイートとかしたんですけど、うん、なんかもうね、まあ、SAOIF クイズに向けてっていうのもあるし、まあ、単純に俺ストーリー見たいっていうのもあるんだけど、うん、でもやっぱちょっと諦めて飛ばそうかなと。ああ、もうね、まあ、11連目か、これで。まあ、でもステップ2なんで、まあ、出ないでしょう。うん、こんなもん。もうね、確定枠以外は期待しないことにしよう。もう片手再建も来るまで、あ、でもこれアビリティ飛ばさない方がいいか。確か勇気のアビも、なんか入ってるよね。一応飛ばさないでおくか。もう直剣はどうでもいいわ。直剣はさ、ジジオのさ、キリトのさ、ボーデバゴなんか2回も来たんですよね。前回やったと思うんですけど。いらんねんって、まあ、いるっちゃいるけど、もう持ってるんで、もう被ったところでよ。まあでも、V アークなんで、まあ、モーションはね、まあいいんだけども。あー、これが11連目。アビリティか。勇気のアビ来たら嬉しいな。突500の。演出がなければ勇気の可能性あるけど、それかな？来るか来るか？あー。小賢しいなぁ。風か？これ確か持ってんじゃね？これ。マジ、小賢しいことすんなよ。まあ、捨て子で、うん、まあ、捨て子で来れば、まあ、あー、ほら、こういうことする。こういうことする。来て欲しいものは来てくれなくて、来て欲しくないものは来る！ピンコンカンコンって感じ。ねえ、これなんか、アビリティもさ、待って、これ3周もしてさ、来なかったらさ、なんかもう持ってるし、ファンシーベア。ああ、もういい。ああ、もうなんか全部被りなんすけど、これさ、いじめ、もう片手再建来たらもう撤退、あー撤退したくねえな。でもな、コラボ系だから、まあここでしか手に入んないじゃないですか。いやでもまた課金すんのか。あ、勇気、
演出くんな。あ、勇気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 。あ、あーよかった。次片手再建くれば、まあ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 、あ、うん、もうそれなら文句ないわ。直径も飛ばそう、斧も飛ばそう。あー、まあこれはまあ勇気かもしんないから飛ばそう。盾もいらん。でこの次が片手再建だったらもういいっすね。なんでそっくんでさー、マジでよー、マジでよー、それよー、おー、本当にもうさー。いや、まあいいんだけど、このトイレットペーパー勇気もさ、いいんだけどさ、ちくしょうがよ、マジ。これをさ、限界突破でしょ、限界を超えていく、限界を超えていく、限界を超えていく。あれ？あ、いいのか？あれ、いいのか？あれ？どうなってる今？どうなってる？あれ？これ、あ、新規だった、もしかして。あ、これ新規？あー、まあオートセーブ、まあ風不要、まあ風不要あったっけ。あー、まあまあまあいいか。マジ、4500GM か。4800円で 5000GM？ うーん、いや、でも片手再建欲しいんだよこれ。もう、あ、うん、ステップ1引いとくか。あ、これ来るか、これ来るか、来い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 。おい、お前よー、あー、もうさ、こうやって期待さすんだから、ほら、何が必殺スマイルやねん。もうよ、もういいね。あー、これのくん来てくれよ、マジで。どんだけ課金さすねん、マジで。やめなされ。あと片手再建だけなんだよ。くれよ。俺もう片手再建だけくれたらもう撤退する。あと1連。あー、立て。あー、もうやだ、乗って。あー、もう引いとくか。ステ3まで引いとくか。うん、ステ3まで引こう。うん、そうしよう。うん、そうします。まあ、確定枠までは行っちゃおうか。もういいや、他の飛ばしちゃおう。マジさ、こんなさ、引いてなんで？なんで？だってステ5式でしょ？ひどくない？マジで。ユービー一戦？あ、これもレイピエル。レイピエル。あー、はいはいはい、もうそういうことする、そういうことしていく。ハッピータイムじゃない、全然アンハッピータイム。はい、うわー、1500課金しても2500に届かない。マジさ、お金なくなっちまうんだけど、どうしてくれんのこれ。いや、マジ、ちょっと待って、これ、待って、2万課金したでしょ、5000。あー、いっちゃうか、5000。あーあー、5000入れちゃったよ、5000入れちゃったよ。ステ3回すよ。レイピア来て、お願いだから。お願いだよ。なんでよ。いや、来てくれよ、マジでよ。なんでさ、課金してんだからさ、出してくれよ、マジでよ。ね、これもうすぐ終わっちゃうんだけど、飛ばしまくって、ほら。レイピア、レイピア。おい、もうよ、なんでよ、もうよ、あ、なに。
何？バカだよバカじゃねえのマジで、これさ。ああ、マジなんで？え、こんな引くんだったら別にさ、CT 減少とかさ、このオーダーじゃなくてもよくね？レイピア、レイピア、レイピア。ああ、もう、あ、なにこれ？なにこれ？なんか、どうでもいいやつくんだけど。レイピア、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 レイピア！舐めやがってよ、マジ、これさ。小賢しい、マジでさ。え、なんで捨て子でこんな出ないことある、マジで。トイレットペーパーは出たけどさ。これトイレットペーパーっていうのも失礼ね、すごい失礼なんですけどね、これね、感動的な瞬間でしょうからね、ちょっとね、ちょっと悪いなと思うんですけど、凍傷的中強化なんか多いとか言われた。突属性弱点ダメージ 15%、 凍傷成功率、これ何に使うん、こんなん。凍傷成功率？指輪ってこと？え、何これ、何だって 15% でしょ、貫突。ようやっと貫突して突弱 15% だけでしょ、しかも非戦だけとか。は？何に使うん、こんなん。え、メモリア大、まあでも凍傷強化はどれくらいの確率なのか、ちょっと、わかんないですけど。マジね、なんかさ、え、これ今、ステップ何？ステップいくつこれ？あ、ステップ5なんだ。あ、でもな、1500円課金したところでよ、セルフィッシュオッサー、え？ちょっと待って、ちょっと待って、え、これが？階層のどうかは？あ、もう終わった、階層のどうか。オッサープレート。これが230ジェムで、800たす200。あ、まあ、ストーリーとかやればいいのか。で、ストームグリフィンの、オスラッシュプレートが、あ、こっちにはないのか、ジェム。マジでよー。ふざけんなよー。このゲームよー。あ、これいいじゃん。50。ああ、まあまあまあ、もうちょっと一旦ちょっと、まあ、周回するか。一旦ちょっとこれ、動画これで完結しないで、一回これで止めて、後日、ステップ5引いて、ちょっと編集で繋げようかな。まあ、とりあえず今日、ちょっとね、今回一旦終わります。失礼いたします。はい。では、動画の続き、撮っていこうかと思うんですけど、今ね、このウルリックっていうね、SAO の中でもね、珍しいブーデー男の前で、ちょっと始めていこうかと思いますね。まあ、この人ちょっと拝んどくか。まあ、拝んどくとなんかね、ご利益があるかもしれないんで、この人ね、信じてちょっと、運営のね、いじめをね、耐え抜いていこうかと思います。マイクを新しくしたんですよ。ま、イヤホンマイクが断線してて、で、ちょっとね、それ、使えなかったんで、一旦違うのを、使ってたんですけど、アマゾンでね、頼んだのが、ちょっと今日来たので、あれ、昨日だっけ？あ、昨日かな？昨日来たんで、で、ね、先ほど、俺が狙ってたね、この、片手再建のね、コネクトが当たる夢を見たんですけど、ちょっとね、ぬか喜びしてしまいました。もうね、ちょっと虚しくなりましたね、起きた時。で、まあ、ジジオの、オルタナチーブの、オーダーが来たんですけどね、このレンちゃんね。またね、ジェムが溜まったら引いていこうかと思うんですけどね。
まあ、ちまちま感謝の160円買ってったら、まあ、いつの間にか5355ジェムと。まあ、イベントもね、来たし、まあ、新しくね、このジジオのイベントもね、来たので、それでもね、ちょっと貯めていこうかなと。ね、まあ、本音言えばこのね、極光輪ね、すごく欲しいんですけど、まあまあまあ、とりあえずね、ちょっとこれ、ステップ5が、まあ残っているんで、ちょっとね、これでね、なんとか片手再建、当たってくれたらなって思うんですけど、まあ当たんなかったら、ちょっともう一回、1万円課金するかもしんないですね。あー、くっそー。片手再建以外全部飛ばそうかな。あ来てくれ頼む頼むよーかもーさーお金ないっつってんだよ頑張ってよ頑張って働いてよねえもうさ4回来いよ4回光ってよあつい11連お来た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 お来た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 こ来い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 お願いしますお願いしますああやったやったやったよええ待って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 ああボイスアスナと言いますボイスいつまで経ってもかああやっと来たマジでよかった本当に生きててよかった本当にもうやだマジでああ、よかった涙出そう、マジでもう、ほんとにね、これさ、すげえ不安だった、ここ何日か。ほんとに。マジでさ、よかった、マジ涙出そう。ああ、よかった、よかった。ごとつだよ。もう、ごとつ確定だわ。うわ、嬉しい。あ、CT 原種、これから絶対使うと思うから、もうサポートでも使えるし、火力でも使えるし、あ、火力のサポート的なので、同じセット内に入れ、あ、同じセット内で使う。まあ、裏セットで入れても使える。まあ、このね、ちょっとね、ブーデー男にね、ちょっと感謝しないとなって、思いました。いや、ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけ、いただけると、あ、ちょっと、あ、すいません、待って、その前に、ちょっと、ブーデー男のおかげで出た、その、片手再建コネクティング、コネちゃん、これ、コネコネしていくんで、ちょっと、リポストだよね、リポスト。うん、悪くない。なんか、ノバとかさ、あるじゃん、クソおせえやつ。バン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 ズガーンみたいなさ、これ、おっせんだよ、このハイドロノバ。スクショ映えはするんだけど、ほら、こういうやつがさ、コネクトだったらうんざりするんだけど、これくらいならさ、いいよねって。まあ、ただ、ちょっと前方にだけ撃つんで、まあ、突進されたら当たんないんですけど、別に一発目外れてもまあいいといえばいい。ただ、外れなければこの受け流し4バフが効くんで、例えば、まあ、カオスグリームアイズやるときとか、なんかその受け流しが発動するとね、まあ、ちょっとラッキーみたいな感じはあるし、まあ、タンクとか何かしらやるときに、まあ、ブレイク役とかね、受け流しあると、まあ、いいので、あーよかった、涙出そう。本当にマジでよかった。すげえほっとした。まあ、ほっとしたっていうよりもう感動してるよ、今。これ、スクワットジャム来てるんだね。スクワットするのか。まあ、まあ、とりあえずちょっとね、動画を終わりにしようと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると、次の動画の作りのやる気が出ます。ではまた。ありがとう。